ブラック霞が関の闇、答弁作成は無駄なのか。官僚による国会答弁書の作成は無駄であり、政治家自身がもっと自分の言葉で議論するべきだ。長時間労働が常態化し、官僚の負担が増大している。これにより、ブラック霞が関と呼ばれる状況が続いている。しかし、官僚が作成する答弁書に頼ることで、政治家自身が議論に真摯に向き合う姿勢が欠けていることも問題だ。立憲民主党の泉健太代表が6月の党首討論で指摘したように、総理大臣が答弁書を読み上げるだけで本音が見えない場面が多い。これにより国会論戦が形式的になりがちであり、実質的な政策論議が行われていない。さらに官僚の長時間労働はその答弁書作成に大きく依存しており、この作業がなければ官僚の負担も軽減されるだろう。政治家は答弁書に頼らず、自分の言葉でしっかりと議論するべきだ。これにより、国会の活性化が図られ、官僚の負担も軽減される。答弁書作成を廃止することで、政治家自身の責任感が増し、より透明で効果的な議論が期待できる。あなたはどう思いますか？